21世紀末、人類は突如、謎の機械生命体ヴァイスの襲撃を受け、地球脱出を余儀なくされた。月を分割した宇宙船、ムーンシャードで、銀河を半世紀逃亡中、全能人工知能、アリスは、エミッションを発見。エミッションによって得られる、高次元エネルギーを利用したギアと、エミッション能力を持つアクトレスと呼ばれる少女たちにより、ヴァイスとの戦況は一変。拮抗した戦力による平和がもたらされた。それから3世紀、東京シャードの防衛を担うイージスは民営化が進み、多くの私企業によるアクトレス産業が活発化していた。その一つ、ナルコ坂製作所でアクトレスたちの隊長を務めていたあなたは、数々の実績により東京シャードアクトレス事業者連合、通称アライアンスの総指揮官となっていた。そんなある日、監督官庁であるイージスからアクトレス同士による模擬戦闘シミュレーションシステム CS 実証実験への協力要請が届いた。あの、 CS システムってどうなんですかね。アクトレス同士のチーム格ゲー？格ゲーってあなたね。3人チームの模擬戦、戦闘シミュレーションシステムでしょ。だから要するにイージス兵器開発局が作ったバトルゲーみたいなもんでしょ。なんとなく雰囲気は分かりました。その試験運用を兼ねたトーナメントに出るんですよね、私たち。 CS プレ大会ね。将来的には競技化を目指すらしいわ。優勝チームにはイージス開発の新型ギアの優先配備、おまけに賞金もガッポガッポ。出ないわけがない。すごいっすね。 CS システム正式稼働後のイメージアクトレスに起用されるから、その契約金ってことらしいけど、もらっちまえばこっちのもんだ。取らぬタヌキの皮算よ。アライアンス各社に要請が行っているから、どんな強敵が出てくるかわからないわよ。でもどうせ目指すなら優勝ですよね。だね。ナルコ坂ここにありってのを見せつけてやらねばな。ですね。毎日特訓しましょう。おう、まあ頑張りたまえ、四つゆくん。試験運用の期間は1ヶ月。トーナメントは中継されるみたいだから、みっともないところは見せられないわ。なん、しゃあない。やったるか。頑張りましょう。お疲れ様です、隊長。ご報告があります。すでに大会のことはご存知だと思いますが、私、山野薫子も出場することとなりました。はい、ご推察の通りです。東京シャードナンバーワンアクトレス大鳥霞からの緊急要請です。普段頼み事などほとんどしたことのないあの子が。ええ、おっしゃる通りですね。頼代さんと文島さんのことがよほど大切なのでしょう。お任せください。可愛い教え子のたっての願いです。指導教官として培ったノウハウを生かし最大限頑張ります。もちろんやるからには表彰台の一番いい景色、最高の結果を目指します。今から楽しみですね。手早く片付けましょう。気合入ってますね。こちらも負けませんよ。
箱ね。押していきましょう。狙い撃つ。ミオ。まだまだ終わりませんよ。狙い撃つ。まだ見ない。基本な動きによるわね。踏み込む。すみません。足引っ張っちゃって。休んだら繰り返りをしましょう。学んだことを忘れずに行きましょう。皆さん、準備はいいですか？狙い撃つの？燃えてきたぞ！狙い撃つの？狙い撃つの？燃えてきたぞ！邪魔よ！神いただき！行っちゃうよ！よし！ブレイク！甘い甘い！当てる。押していきましょう。ボールの叩き方もある。踏み込む。邪魔だ。やっちゃった。共感ですね。恥ずかしい姿は見せられないわ。手加減も何もしない。行くわよ。相手にとって不足はありません。参ります。落ち着いていきましょう。落ちていきましょう。どうだ、消えるからな。させない。基本の動きを狙う。お願いします。当てる。押していきましょう。甘いわ、食らいなさい。こりゃ甘いわ、甘いわ、食らいなさい。狙い撃つ。ちょっと休憩。あとは任せ。あたって当てる。やってるわね。こういう方もある。狙い撃つ。はっ、はっ、やるわね。そう、遠慮はしない。行け。ここで決める。はっ、この技だね。当てる。押していきます。速度を上げます。お願いします。あとは狙えるわね。たまぎれ。甘いわ、食らいなるわね。たまぎれ。どうして。甘いわ、食らいなさい。お願い。甘いわ、食らいなさい。狙い撃つ。まずいかも。当てる。押していきましょう。よいしょ。狙い撃つ。甘いわ、食らいなさい。ちょっと待って。食らいなさい。見えた。このままでは。はい。邪魔よ。立ちます。当てる。押していきましょう。基本の動きはこういう形。終わり。ごめんね。ドアが当たれる。ここで決めてやる。こんなだから。二人ともお疲れ様。よかったの。ありがとうございました。二人とも本当によく頑張ったわね。この調子で本番にピークを持っていければきっといい結果が得られるはずよ。試合当日までは体調管理も怠らないで。
目指すは優勝ですからね。はい、山野さんにそう言われると不思議と自信が湧いてきますね。マンズ、山野さんの指導がいいんだ。さすがかすみさんの先生だべ。とってもわかりやすくて、かすみさんが尊敬するのもわかりますね。キャリアが長いのだからそれくらいはね。何も謙遜しねえでいいんだ。バンドは嬉しいんず。かすみさんと同じ先生に教わって。少しでもかすみさんに近づけるようにたくさんご指導お願いします。あなたたち。かすみさんの先生に習ってるから、私たちは孫弟子になるんでしょうか。え、孫弟子。アスカ、ウェダバ違うびょ。同じ先生から教わったはんで、バンドは愛弟子だべ。なるほど。かすみさんが姉弟子、バンドは妹弟子だべ。つまり姉妹っていうことですね。嬉しいです。だな、バンド人一個だはんでな。本に憧れるべ。あ、いいことを思いつきましたよ。へえ、それがカオル子さんたちのチーム名なの？ええ、そうよ。十始末の会。その字が示すように、十始末の鳥言葉は姉妹愛なのだとか。鳥言葉ですか。素敵ですね。三人にぴったりで。うん、合ってる。かすみさんも同じことを言ってくれました。カオル子さんの誕生鳥たちなんで、大尺師の会って案もあったんだばってな。あ、そうなんだ。大尺師の鳥言葉って何だったの？小さなことにはこだわらないよ。でも私も十始末の方がいいと思うわ。やっぱり孫より姉妹よね。さあみんな、おしゃべりはここまで。お互い正々堂々戦いましょう。訓練で学んだことを忘れずに行きましょう。私の晴れ舞台にしては地味だけど。まあまあ、戦いの火蓋が今切って落とされました。初戦を制するのはどちらのチームか。行くわよ。見たよ。当てる、押していきましょう。基本の動きを。そこに邪魔よ。基本の動きを。当てる、押していきましょう。こういう戦い。邪魔よ。行くわよ。行くわよ。当てる、押していきましょう。こういう戦い方もある。行くわよ。行くわよ。はっ、見やった。狙い撃つ。手柄は譲ってあげる。見ます。よろしく。当てる。そこに。はっ。くらいなさい。見やった。こっちには残り1名。このまま押し切れるか。私に任せて。当てる、行くわよ。ちょっ、はっ、見せてあげる。行くわよ。
当てる、押して撃つ。このまま行きます。全力で相手に進行する。まだ終われない。立て直します。微力ながら力を尽くします。エリさん、なんで二人ともお疲れ様。よかったの。ありがとうございました。いい試合だったわ。ミスはしてないよね。だけど負けちゃったね。なんで私たちが。強いて私たち十始末の会の勝因を挙げるとすれば。待って、言わないで。負けた原因くらい自分で考えるから。さすがは将来有望なバーベナね。その意気込みがあればあなたたちはいくらでも強くなれるわ。正直悔しいけど、この負けを次へ生かそうね。私たちバーベナに勝ったんだから分かってるんでしょうね。ええ、あなたたちの思いは私たちがしっかりと受け取ったわ。必ず優勝してみせます。しっかりと受け取れてない人たちがいるみたいだけど、どうしてバーベナさんたちに勝てたんでしょう。んだな、不思議なこともあるもんだね。二人とも本当にわからないの。十始末の会はこれから事務所に戻り練習をします。学んだことを忘れずに行きましょう。相手にとって不足なし。狙いよ。邪魔よ。よし。よし。邪魔よ。はっ。当てる。押していきましょう。邪魔よ。まだまだ。基本の動き。かける。もらった。邪魔よ。基本の動き。たまじれ。踏み込む。やっちゃった。これで終わりね。まあこんなものかしら。手早く片付けましょう。よし、私たちも行こう。そこに邪魔よ。基本の動き。そしてブラボー。基本の動き。まだまだ。クライナさん、クライナさん、当てる、押して。クラッシュ！私ダンサー！休んだ。繰り返りをしましょう。手加減も何もしない。行くわよ。事前に相談した作戦通りに。よろしくお願いします。邪魔よ。邪魔よ。当てる。ちょっと玉切れ。見えて、基本の動きを。じゃあ私ったら
間ですね。恥ずかしい姿は見せられないわ。手加減も何もしない。行くわよ。さてさて、相手はどんな感じかな。邪魔よ。甘いわ、食らいなさい。当てる、押していきましょう。なんでこれで終わりね。まあ、こんなものかしら。手早く片付けましょう。一緒に戦ってくれるみんなのためにも頑張らないと。邪魔よ。邪魔よ。無理です。させないでも。はっ、やるわね。助けて。当てる、押していく。ああいう、こういうトレンド技があるの。ここで決める。邪魔よ。邪魔よ。仕掛けるなら今。邪魔よ。まだまだね。当てる、押していきましょう。基本の動き。邪魔よ。ごめんなさい。共感ですね。恥ずかしい姿は見せられないわ。訓練で学んだことを忘れずに行きましょう。よし、インタビューを始めちゃうぞ。落ち着いていきましょう、ね、押していきましょう。はい、じゃあ開けるから。まだまだ。頑張って。甘い、食らいなさい。甘い、いいですね。食らいなさい。甘い、食らいなさい。まっよい。ごめんね。基本の動き。まだ、食らいなさい。バイリー、食らいなさい。サポートする。甘い、食らいなさい。使い方を教えてあげる。甘いわ。まだまだ。邪魔よ。食らいなさい。狙い撃つ。いや、ごめん。まだまだ。当てる、押していきましょう。狙い撃つ。邪魔よ。基本の動き。決まーす。食らいなさい。オーケーオーケー。仕掛けるなら基本の動き。舐めるでないよ。いや、邪魔。まだまだ。二人ともお疲れ様。よかったの。ありがとうございました。勝てた理由、そろそろ分かったかしら。あえがらカオルコさんの練習むったと厳しくなったはんでな。二人でずっと考えてはいたんですけど。分からなかった。ごめんなさい。どんだんずな。こったらめぐせんだば。かすみさんさ、顔向けできねえべ。私もエリさんと同じ気持ちですよ。姉妹なんて言って喜んでたくせに。カオルコさんさ、ワンツカ教わっただけでつけらっとんべたふりして。わあ、なんぼ本ずねんだが。かすみさんに近づけるだなんて思い違いをしてました。とっても恥ずかしいです。
それで優勝まで諦めるつもりなのかしら。アクトレスの世界は念ずれば花開くなんて甘いものではないわ。でもね、それでも念じ続けなければ、強い思いを持ち続けなければつぼみにもなれないのよ。あの日勝てたのは、あなたたちが心の底から勝ちたいと、そう強く強く願ったからじゃないの？え？え？霞に心配をかけまいと、霞の喜ぶ顔が見たいと、そんな霞への思いがあなたたちの実力を最大限まで高めた。私はそう信じているわ。霞だって最初からナンバーワンだったわけじゃない。今のあなたたちと同じように悩み苦しんだ時期があったの。それでもあの子は、頼代さん、文島さん、もう一度私と目指してみる気はない？天野さん、ワンド、ケッパルじゃ。はい、もうくじけません。ありがとう。一緒に頑張りましょう。Hey yo, new team! チューニングは OK か yo! ブーイング上等！容赦なく doing！ エンパイア中野が winning！ うんうん、弥生の言う通りなんだぞ。残念だけど、最後に喝采を浴びるのは青春派アイドルって決まってるんだもん。で、トウカちゃんたちのお話聞いてますか？もしもーし。あら、これはちょっと分が悪いわね。ヘイ、シスターユミ、どういうことだよ。ゾーンよゾーン。ああなった時のカオルコさん、めちゃくちゃ強いの。エリもアスカも完全に感化されてるっぽいし、この勝負私やめておこうかしら。はあ、今さら何言ってるんですか。だってユミ。はい、茶番はここまでよ。お互い正々堂々戦いましょう。山野薫子、行きます。今日はトウカちゃんのステージに来てくれて、この試合の勝者が決勝への切符を手にします。実力者同士のぶつかる2回戦スタートです。食らいなさい。そうか。食らいなさい。当てる。食らいなさい。じゃ。当てる。はあ？たまにね。食らいなさい。もう。じゃ。甘い。食らいなさい。食らい。やるじゃん。お疲れ様。よかったの。ありがとうございました。
素晴らしい試合だったわ。もうトウカちゃん本当の本当にめちゃくちゃ悔しいんですけど。イエス、熱くなっただけ余計に悔しいよ。ああもう仕方ないわね。反省会よ、反省会するわよ。焼肉でもお寿司でも何でもご馳走するから、あんたたち付き合いなさいよ。やったー、もちろんでーす。イエース、朝まで付き合うよ。まったく現金なんだから。ユミ、よくここまでチームをまとめ上げたわね。あははは、そんなつもりはなかったんですけど、カオルコさんに釣られて柄にもなく私も熱くなっちゃったみたいで。さーて、カオルコさんには悪いんですけど、一足先に美味しいのいただいちゃいます。エリ、アスカ、カオルコさんを信じてついていけば間違いないんだからね。ユミ、そういえば四ツ谷さんも。ええ、そう、あの子も自慢の教え子よ。かすみさんとは違うんだども、伊豆も優しくて四ツ谷さんもたげい人だべな。ええ、そうね。きっと先生がいいからですね。あ、そうね。うん、あの子朝までって言ってたわよね。ちょっと私注意してくるわね。手早く片付けましょう。今の私の実力出し切ってみせる。邪魔をしられるかな。当てる、押していきましょう。邪魔よ、当てる、押していきましょう。手加減も何もしない。行くわよ。相手にとって不足はありません。参ります。邪魔よ、当てる、押す。基本の動きやっか、当てる、押していきましょう。基本の動きを打ちます。遠慮はしない、ここで決める。甘い、食らいなさい。当てる、押していきましょう。まだね。基本の動きを休んだら繰り返りをしましょう。何もしない、行くわよ。よし、あしらも行くっしょ。邪魔よ、当てる、押していきましょう。基本の動きオリエンティ仕上げていくよ。アゲミーだわ。甘い、食らわせ。仕掛けるのは今、アゲミーだわ。邪魔よ、基本の動きを食らいなさい。基本の動きを食らいなさい。そこに
当てる、押していきます。基本の動き、ここで決める。チャッ、甘いよ。これで終わりね。まあこんなものかしら。訓練で学んだことを忘れずにいきましょう。相手にとって不足はないかな。当てる、押していきましょう。当てる、押していきましょう。いくよ。遠慮はしない。ここで決める。当てる、押していきましょう。これでどう？私どうぞ。教官ですね。恥ずかしい姿は見せられないわ。手加減も何もしない。行くわよ。さて、私たちの出番ですね。落ち着いていきましょう。落ちていきましょう。はい、基本の動き、基本の動き、基本の動き、見よ、基本の動きを見ましょう。落ちていきましょう。こういう戦い方もあるの。仕掛けるなら今。まだまだね。ちょっと待機。基本の動きを、当てる、押し込みましょう。よっ、基本の動き、くらいなさい。見えた。邪魔よ。当てる、押していきましょう。たまぎれ、遠慮はしない。ここで決める。甘い。当てる、押していきましょう。悪いけど、当てる、押していきましょう。行け、まだまだね。すみません。あっ、じゃあ最初は遊べて。ミリチュー、カトンの出番。そこに、ミリチュー、遠慮はしない。ここで決める。甘い。当てる、押していきましょう。基本の動き、基本の動き、ジェット。邪魔よ。なんで。二人ともお疲れ様。よかったの。ありがとうございました。お疲れ様です、隊長。ご報告があります。すでにご存知だと思いますが。ええ、そうです。より代さん、文島さんが見事、決勝進出を果たしました。決勝が楽しみですね。え、ありがとう。いえ、そんな。すべては、隊長のご指導の賜物かと。ええ、はい、そうですか。そのようにおっしゃっていただけるとありがとうございます。隊長、少し聞いていただいてもよろしいでしょうか。私はこれまでも多くのアクトレスを指導してきました。今でも指導した子たちの顔をはっきりと思い出せます。彼女たちはいつか
いえ、さほど遠くない未来、きっと私が引退した後も戦い続けることでしょう。どの子もみんな大切な教え子なんです。霞も弓も、もちろん頼城さん、文島さんも。ですから明日は必ず、はい、応援のほどよろしくお願いいたします。そうだ、明日を無事に終えられたらお祝いにケーキでも焼きましょうか。え、大丈夫です、お手間は取らせません。もちろん私が作りますよ特別ですからね。頼城さん、文島さん、あなたたちには今日まで私の持てる全てを教えてきました。んだ、カオル子さんの指導のおかげでここまで来れたはんでな。はい、悔いを残さぬよう全部出し切るだけですね。ええ、ここまで来たらもう理屈じゃない。アスカ、絶対勝つんだべ。かすみさんのためだけでねんだびょ。エリさんの言う通りです。私たちの先生のためにも絶対に勝ちましょう。カオル子さんたちすごく気合い入ってますね。ええ、厳しい戦いになりそう。でも私たちだって。その通り、今日は本気の本気だぜ。さあ、泣いても笑ってもこれが最後、全てを出し尽くしましょう。山野薫子、行きます。気合入ってますね。こちらも負けませんよ。落ち着いていきましょう。当てる、はい、押していきましょう。ちゃんと助けるからな。邪魔よ。はっ、行きます。すみません、狙いは基本の動き、基本の動きよ。あれが大釈主義なのね。普段は海辺にいることが多い鳥さんなんだそうですが、ここは都内でも自然が多いだはんでな。わんざわざ飛んでくるんだべ。運がいいと
ここでは大鷹が見られることもあるんですよ。さすがは鳥の会です。二人とも本当に詳しいのね。かすみさんはもっと詳しいですよ。ねえエリさん。んだ、とるんだば曲げねえけど、かすみさんの知識はただでねえべ。あの子はこうして羽を休めているのね。ああ、ピッピちゃん、どうでしたか？だがご苦労さんだったべ。エリさん、ピッピちゃんはなんて言ってますか？もう間もなくだど。まったく本当に相変わらずね。遅いわよかすみ。